平凡社世界大百科事典世界大百科事典は平凡社が出版する百科事典の一つ。最新版は2007年9月に発売された海底審判世界大百科事典であり、全35巻、総項約24,900、総項目数約9万、作品項目数約49万である。最新版の編集長は加藤修一。大百科事典は 平凡社を設立した下中や三郎が中心となって編纂された。かねて自ら百科事典を編纂したいとの欲求を抱いていた下中は、1914年に新語辞書や、これは便利だを出版し、成功を収めた。この成功を受けて、下中はいくつかの小規模な百科事典の編纂に着手するが、1930年秋。 それらの計画を破棄して総合的な百科事典の編纂を行うことを決意する。下中は木村被災地を編集長に任命し、1931年6月、百科事典編さに着手する。半年後に第1巻を発売するという厳しい日程であったが、下中は大量の編集者を動員するなどして、1931年11月、無事に、 大百科事典第一巻を刊行した。1988年版以降の世界、大百科事典には、統計、資料として、百科便欄一巻が含まれている。世界大百科事典を購入した時期により版が違い、別売りもされている。世界大百科事典は、NEC、日立デジタル平凡社、日立システムサービス、セイコインスツルより、電子版としても発売された。 1999年から2013年6月30日までネットで百科内のコンテンツとしてインターネット版世界大百科辞典が公開提供された。その後2016年3月1日から有料サイトのジャパンナレッジで海底審判世界大百科辞典第6冊が公開提供されている。2020年12月21日からはエキサイト辞書で 海底審判世界大百科事典が無料公開された。他に、コトバンクでは世界大百科事典第2版の各項目の一部分が無署名で無料公開されている。ありがとうございます。